成人になった皆様おめでとうございます。まあ僕もなんですけどね。うん、でもおめでとうございます。20歳。うん、本日ね、2016年1月11日は成人の日ということで始まってないんですけど、これからねちょっと成人式の方に行っていきたいなと思っています。もうなんか昨日ねやったところの人とかもいるらしくて、うん、おめでとうございます本当に。僕まあ初めてなんで成人式、うん、まあね一生に一度しかないですから、ここは行きたいなと思ってますね。何やるか全然わかんないんですけど、友達とね行ってきたいなと思います。でその後はちょっと、地元の友達とちょっとね飲みにちょっと行ってくるんで、うん、まあ成人の日ということでね、全国の成人になった皆様が結構多いと思いますけど、うん、まあ、これからねもう大人になったんで、うん、これからね社会人になる皆さんね、まだまあ大学生とか学生の皆さんもいらっしゃいますけど、うん、もうね周りのことは自分でやらないといけなくなってくるねお年になりましたので、うん、まあ、そこはね気をつけて、まあ、一人暮らしされてる方もいろいろね、家賃とか、うん、いろいろ、電気とかガス代とかね、そういうのいろいろ大変だと思いますけど、頑張って仕事してお金貯めてね、いい暮らしができるように頑張ってほしいなと思います。僕はまだ、ちょっとね、実家で親のお世話になってるんで、いつか一人暮らしはしたいなと思ってます。うん。できたら、東京行きたいなって、都会に住みたいな、上京したいなと思ってます。うん。できたらね、うん、まあ一人暮らしはそのうちしたいなと思ってますので、ということで本日は成人の日ということでこれから行っていきたいと思います。ただいま帰りました。いやー楽しかった、うん、同窓会と行ってきました。あと成人式も、うん、久しぶりに地元の友達と会えて、うん、楽しかった。飲み会はね同じ中学の時の友達なんですけど、もう同じクラスの子と一緒に飲みに行って、あ、そう、楽しんできましたまあみんな変わってなかったですね、うん、まあ今日来てないね友達もいたんですけど、うん、また機会があれば集まりたいなって思いました。うん、本当に楽しかっただかちょっとね2人ぐらい飲みすぎて倒れ、もう寝ぐすり寝ちゃった人がいたんでちょっと送ってきました。うん、あのホットコーヒーにも行かなかったんで、まあそんな感じです。まあね一緒に一緒の同窓会と、同窓会もなのか、成人式は、うん、行ってよかったなって本当に思いました。まあ、そんな感じですね。うん、今もう夜の11時過ぎてますけど、なんとか終わりました。じゃあ明日もう早いんで、今日はこれで寝たいと思います。本日も見ていただいてありがとうございました。バイバイ。